冒険者の皆さん、こんにちは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。エオルゼアニュースの時間がやってきました。今年も始まりましたね。FF14 のハロウィンイベント、守護伝説です。クリタニア旧市街から始まるシーズナルクエストをクリアすると、マウント、コンチネンタルアーリマンレゾネーターが入手できます。可愛いマウントに乗って、ハロウィン期間を満喫したいですね。また、シーズナルクエストとともに、お約束のダンジョン、亡霊屋敷、ホーンテッドマナーが開放されています。パーティーメンバーと協力しながら、お化けの監視をかいくぐって、報酬のクッキーを手に入れましょう。今回、クッキーと交換できるのは、カボチャの馬車をはじめとした、ハウジングで使える2枠などです。また、クリア後も、廃屋敷で開かれる、仮想パーティーでスクリーンショットを撮り放題です。今年は漆黒シナリオのあの NPC たちにも変身できるようですね。守護伝説は11月1日までです。期間中にいっぱい楽しんで、素敵な報酬をゲットしちゃいましょう。それでは皆さん、ご視聴お疲れみや。あなたの冒険が始まるのはいつですか？